この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。他人と比べたり、あと仕事関連とかも、なんか全部含む感じなんですけど、絶対的に相性が合わない人っているんですよ。それはその人と付き合いたいって思っても、きちんと付き合い方を考えてあげないと付き合えなかったりするんですよね、相性のせいで。でそれはなんで相性って決まってくるかっていうと、魔女的に言うと占星術、西洋占星術っていうのが入ってきてて、例えばどの季節に生まれたかによって自分の感覚的なキネシスが、寿司田先生が言ってるのだとキネシスの感覚だと思うんですけど、まあ、全然違うんですよ、人によって。例えば夏生まれに生まれた人っていうのは暑さに、まあ、自然本能的に、まあ、強かったりとか、逆にその人は冬になると寒いので、寒いのがすごく苦手だったりとかってするわけですよね。なんで夏生まれに生まれた人と冬生まれに生まれた人が、じゃあ一緒の空間にいるときに、なんかクーラーの温度の設定とかいろんな構造が生まれてくるじゃないですか。わかるわかる、うん、結構女性にとってはね、結構大きな問題だと思うんですけど、それってで、そんな感じで、まあ、今はすごく簡単に言ったんですけど、本当はもっと細かい分野に分かれていて、西洋占星術って。なのでもうその一つ一つを取ってみると、もう全然自分と相性が合う合わないっていうのがすごく明確に出るっていうのが西洋占星術です。はい、それでも分かりやすかったね、今の。俺も今初めて言われて気づいたけど、夏そんな得意じゃない、はい、冬生まれ。あ、そうですね、うん、で僕嫁も冬生まれなんでちょうどいいわけだ、うん、はい、きっと。でじゃあそれを心理学的にとか脳の機能的に言うと、はい、生まれた時とかちっちゃい時の記憶がめちゃめちゃ影響してるので、まあ、5歳までがすごいし、13歳までがやっぱすごい高度、はい、クリティカルエイジって言われるやつね、うん、まあ、その時の養育者とかに言われたことが一番影響してるんだけども、うん、要はお金を人前で数えたらやめなさいって怒られると、うん、もうお金稼げなくなるのと一緒ね、うん、お金は汚いものだって思ってるから、お金欲しいとかって、例えば、うん、メタイメージングしたり、なんだろうセルフトークに入れたとしても、その恐怖とかお金は汚いっていう概念が潜在的に埋まってると、うん、それが増幅されるだけでどんどんお金が離れていく、うん、なんで、うん、その生まれた時の施設が影響あるは、はい、多分間違いないと思うね、はい。ちなみに私と獅子田先生はとても相性がいいです。あ、そうなの。はい、ヤギ座ですよ。うん、そうそうそう、うん、私ヤギ座、私は乙女座で同じ土属性っていう、うん、まあ、あと火、水、風、土っていう4種類に12星座って分かれるんですけど、同じ土の属性なので感覚キネシスが一緒なんです。うん、まあまあだからこうやって一緒にいやすいって、うん、仕事してるのかもね、うん、何座ですか。お羊座。何座ですか。乙女座なんで聞いてたから。だから伝わる。何座ですか。牛座です。牛座、あ、じゃあ牛座も土なので、ね、はい、一緒ですね。双子座。サソリです。サソリ座、私と相性悪い人がいないです。あ、本当。おお、すごい。だからやっぱり類は友を呼んでる。だから今日は本当、なんか僕ネタを喋りたかったんで、まあ、してないけど選ばれし者でよかったから、まあ、今日はそれでいいのかな、はい、あ、ちょっとね、うん、あれね、公開できないんだけど公開できないかな、はいはい、なるほど、でもそれはまあいいかなってるわ。その属性とかはまあ何とも言えんけど、でもその生まれ年、あれ星座って生まれた月で決まってるのか、生まれた日にちで決まってる、日にちで決まってるのか。お羊座は火の属性です。じゃあ何が相性悪い、例えば土とは。あ、土とは水が悪いんです。水は今サソリ座って言ったんですけど、サソリ座は水の属性なんですけど、私はサソリ座とは相性いいので、うん、ああ、なるほど、そういうこと、うん、はい、周平さんと相性いいかどうかをもうちょっと細かく見ないと分かんないです。はい、
で、これで相性悪いっていう風なことを僕が意識してそれを21日間やると、これがいわゆる脳いで、耳から入れて口から出すと、はい、あの相性悪く見るんで、はい、多分悪いところ目について、はい、誰だな、俊太郎くんはってなってこれを呪いと言います。ただ、なんていうのかな、例えばじゃあ仮にじゃあ水属性なので相性悪いとした時に、でも相手の水っていう属性を知ってるから、うん、そこを気をつけることができるんです。あ、なるほど。地雷を踏まない、うんうん、水属性の地雷って結構秘密主義者なんですよ、あのサソリ座は、で水属性ってどっちかっていうと感情より、理論的なのは土と風なんです、はい、で火と水っていうのは感情よりなんですよ、うんうんうん、だから考え方がそもそも違うんですけど、重視するところが違うからそこでまず対立しない、理論派が感情派に合わせてあげないとちょっとうまくいかないです、はい、それは、うん、統計学から統計学です、から出てるのが占星術なのか、はい、了解です、はい、はい